エドガール・フォールは、フランスの政治家、随筆家、歴史家、電気作家。1908年8月18日、ラングドックル・シオンのベジエに生まれる。弁護士を、目差して、パリに上京し、27歳で、パリ弁護士会所属の弁護士となる。これは、当時フランス全国最年少記録であった。パリで弁護士活動の傍ら、政治に興味を持ち、 フランス第三共和制における主要政党の一つであった求心社会党に入党した。第二次世界大戦中、フランスがナチスドイツによって占領されると、レジスタンス運動に参加、末期の一員となってドイツ軍に抵抗した。1942年には、シャルルド・ゴールの指揮の下アルジェリアで活動し、共和国臨時政府の立法部門の責任者になった。戦後、 ニュルンベルク裁判では弁護人を務めた。1946年ジュラ県から旧進党公認で国民議会に立候補、当選する。戦後、成立したフランス第四共和制は第三共和制同様、小党乱立のため常に不安定な政局を強いられた。この中で旧進党は連立内閣を構成する上で重要な役割を果たした。ホール自身、 多数の閣僚歴を重ね、1952年及び1955年から1956年の二度に、渡り閣僚評議会議長を務めた。ポールは旧新党内の派閥では右派に属し、右派の領収として、党内左派のピエール・マンデス・フランスとは、ライバル関係にあった。旧新党内右派ということもあり、第四共和制12年間の間に、 コールの政治思想は旧神党の中道主義から次第に転向し、受け化かしていった。第五共和制成立にあたっては、これに反対し、1962年の国民投票に関しては反対していた。しかし最終的には、ドコール主義に傾斜し、ゴーリスト政党である、新京は連合に参加した。1963年には、 党の非公式代表として中華人民共和国を訪問している。1966年農賞、1968年国民教育省1972年社会省を歴任。特に教育行政ではフランス国内の大学改革プロジェクトを提示したほか、ユネスコの教育開発国際委員会の委員長として1970年生涯教育に、 関する報告を発表した。九百七十四年フランス大統領選挙の候補者に擁立する動きもあったが、ホールは立候補を孤児し、ドゴール派のジャック・シャバデルマスではなく、バレリー・ジスカールデスタンを支持した。チュニジアとの自治協定調印に臨むホール急進党、ドゴール派、ジスカールデスタンのフランス民主連合、さらには、共和国連合へと渡り歩いた政界での越歴から、 出世第一主義者、風見取りと批判されることもあったが、フォール自身はユーモアにあふれた人物で、風見取りという悪口に対しても、回るのは風見取りではない。風が回すのだと答えている。1971年から1977年まで、ポンタルリエ市長。1973年、会員国民議会議長に選出され、1978年には、 フランス学士委員会員となった。1988年3月30日死去。パリ、パッシー墓地に眠る。1966年ホールは、エドウィン・オーライシャワーラと共に、OECD の教育調査団に参加し、日本の教育政策に関する報告を行っている。ホールら教育調査団は、日本の教育が高度経済成長への巨大な貢献に言及し、 初等教育を評価する一方で、日本の教育が抱える課題として、大学を頂点とする高等教育の硬直化、階層化を指摘した。さらに、教育の国際化の必要性を強調している。ホールは以下の著作を出版した。ありがとうございます。